はい、どうも皆さん、こんにちは。新田です。新田バタンスクリアやってまいりました。いやー、ということでですね、さあ、今回ですね、エクストラ XG さんのシャープ4ということで、ミュージックTV ショーズパート1、テレビ番組のね、あれの裏側ということですかね、見ていきたいと思います。収録ボタン。よろしくお願いします。さあ、それでは行ってみましょう。レッツ、ちょっとね、進んじゃってるの。レッツラー、ガーチャスエクストラ XG。おー。あ、そういうことね。こういう感じなんだ。え、こういうことがあるんですか、韓国って。え、僕このカルチャー初めて知りました。こういうのがあるんですね。え、だって今ね、ファンの方たちがいらっしゃって、すごいですね。なんかちょっと感動しちゃいますね、これね。ああ、そうだ。掛け声とかもね、もう、韓国のファンの方たちは掛け声も作ってくださってましたもんね。ああ、日本語でやってくださったりとか。なので、これからもっともっと頑張って。こういう、ジュリーさんがこう喋るところに、スッスッって言葉をこう入れられるちささんってやっぱ、さすがだなって思いますよね、こういう時ね。ああ。おお、ドンメステマイマスカラの発音がめっちゃ良かったですね。はい、という感じでございましたけども、結構意外、びっくりしたのが、まずその、ファンの方たちが、その、本番前ですかね、これは。に、まあその、下のフロアに駆けつけていらっしゃっていて、で、メンバーの方が、ご挨拶に行く、その、時間があるんですね。知らなかった。すごいですね。この光景が僕ちょっと感動しました。僕も感動しちゃった、これちょっと見て。すごいって。だからなんかね、なんだろう、差し入れとかはさすがに NG なのかな?だけど、でも女性の方もね、多いですね。男性の方もいらっしゃるけれども。どういう、あれなんでしょう、情報で今日出るから、ミュージックコア出るらしいよ。よし、行こうって言って、まあ、観戦に駆けつけた方たちを集めてっていうことなのかな。どういうシステムでなってるんでしょうね、これね。というところで、まずその、M カウントダウンに出ますっていうね、これ一番最初、思い返してみれば、先月ですかね。カウントダウン出るのっていう、M 本さんに出るのっていうところから、まさにこう、快進撃が始まったかなというふうには思いますけれども。緊張どころじゃないよね。面白い。頑張ろうね。可愛いね。待って。みんな集まって。ぐちゃぐちゃにする感じね。この格好の時に皆さんがこう初登場というかね、出勤動画が話題になりましたもんね。これもね、ミュージックバンク。このピースした時のあれですよね。確かに。おも。これ、後ろの方で、あーって聞こえるじゃないですか。だから仕切りを分けて、他のグループさんたちもいたりするのかなって今ちょっと思ったりもしたんですよね。それないか、でも。いやでもね、向こうは向こうでなんか、鏡があるんですよね。メイクスタンドなのかな。だし、こういうブルーの仕切りのところって、他のグループさんとかでも見たことあるじゃないですか、楽屋の。ケプラーちゃんたちとコラボしてたんですっけ。ここで確か。で今みたいにこれスタッフさんなのかな、事務所の方なのかな、リバースに乗っけたりとか、まあ、Vlog に乗っける系の写真撮影もこういうところでするっていう。なるほどね。おお、真剣な眼差しでイヤモニを。時間が今これ10時過ぎですかね。で日が割と外が明るいから、まだこれ午前中ということなんでしょうかね。音源来ました、ハービーちゃん。もうちょっとってなる。もうこのハービーちゃん本当に、いやいいですよね。なんかもうこれがハービーちゃんの一個のもう持ち味というかね。あ、マーティンさんがめちゃくちゃ歌ってる。なな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 なの部分すごいですよね、本当にね、ジュリンちゃん。やっぱり先っこ先生も言ってましたけどね、声にすっごい特徴があるなっていうところもかっこいいわなあ。あ、2人でね、ココちゃんとジュリンちゃんが練習中と。マスクをゲン、うお、マスカラギャングの練習してる。ああ、ジュリアちゃんが涙をこらえるというね。頼んだぞっていう感じです。頼んだぞ。肩がヒラヒラしてるのね。肩がヒラヒラするのね。いや、もうなんかすごい幸せですね、これはね。いや見てるこっちもなんか緊張してきちゃいましたもん、もう、ね、頑張ってきた努力がその報われたって本当にね、こう思える時ってやっぱりこうファンの方たちにお会いして、その自分たちのやってきたそのことがその形になった。もちろんミュージックビデオとかね見て、あ、これが自分たちの出てる作品なんだ、すごい自分が映ってるっていうのもあると思いますけども、やっぱりそれが結果的にどういうふうにこう世の中にこうインパクトというか影響が出てるのかっていう、そこまでがやっぱりね、こう決着と言いますか、そこまでひっくるめてのやっぱりエンターテインメントっていうかね、業界ですから、やっぱり自分たちがやってることは正しかったんだっていう、そういうまあなんか答え合わせだったりとか、まあその目標に向かって、よくこうデビューしてもライブやってファンの方たちが目の前にいてやっとこう感じるものがありますっていうのは、いろんなアーティストの方たちがおっしゃるところだと思いますし。まさにだからそのファンの方たちを実際こうね見て、でやっぱこうツアーとかこれから始まっていくとは思うんですけども、ツアーの時に改めてそのお客様たちで埋め尽くされた世界っていう、その環境、ドームだったりとかね、アリーナだったりとか、そこがねやっぱりね、僕らはそこを想像するしかないですけども、やっぱりもっともっとアーティストの方たちってそこにかけてるんだろうなっていうのをいろんな方たちね見てて感じるところもありますから、だからその言葉では説明できないような幸せな気持ちっていうのはやっぱりあるんだろうなっていうふうに思いますね。いやー、なんかますます頑張っていただきたいなっていうふうに思いますし、たくさんのねファンの方たちがこういるんだっていうのが、ね、少しずつこう分かってきてっていうところで、また実感があってこう繰り出されるパフォーマンスっていうものがまた素晴らしいものになるんじゃないかなっていうふうに思いますので、ますます期待していきたいなっていうふうに思うところですね。はい、というところで皆さんの感想もよろしければぜひ下の方のコメント欄からいただけたらなというふうに思うところでございます。現場からは以上でございます。ありがとうございました。よいしょ。せい。